どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日久しぶりに散髪に行ってきました。本当に久しぶりやねんけど、ここ最近は全然散髪に行ってなくて、自分で髪切ってました。やっぱり自分でだと、前はうまく切れても、後ろ髪があんまりうまく切れないんで、だからすっきりしないというか、後ろがどうしても変な感じになっちゃうんで、まあ今日散髪に行ってだいぶすっきりしました。普通に髪もセットしてくれたし、ひげも剃ってくれたし、本当にだいぶ、気持ち的にもすっきりしたというか、いや本当に久しぶりに散髪に行ったな。半年以上多分散髪に行ってなかったから、自分でずっと髪切ってたから、まあやっぱり後ろがあんまり、なかなかうまく切れないからな。まあそれだけの動画やけど、その散髪に行ってきましたっていう報告だけやねんけど まあとりあえずその報告だけの動画です。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。